ジェクさんとデートなんで、はい、やばいデートデートやばいデートデート気持ち悪いみーみーチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、みみチャンネルのみみと申します。今日は皆さんも知ってるであろうルカちゃんと遊ぶ。どこ行くの？渋谷ということで、今から家出ます。ちょっと時間ないのでちょっと急ぎますね。ちょっともう時間ないんですよ。時間ないって言って。チャンネル登録お願いします。今渋谷着いた。スタヤの前でルカと待ち合わせをします。道を開けろって感じですね。はい、待って、今ささすらいのって歌流れてたんですけど、やばさすらいの。ルカ来ない。どこにいんの？眩しすぎる。待って、マッチングアプリのあったみたいな瞬間を人生で初めて見ました。やばい。イエイ。どうもどうもエナプトコラボしてるやつ行きたいんだけど。いや恥ずかしい、やだ、こけそうになっちゃった。マジでさ、本当にいろんなグループいいんじゃない？まずはそもそもで、これ問題が一枚できないっていう。防犯カメラついてるから。本当に。うん。来た。もうなんか始まりか、やだ。やだやだ。やばい。待って。向かうやばい。身長やばい。身長の差いるよね。あ、ちょうどいい身長。お真面目じゃん。2枚目です。次ジェイクさんと乗らせていただきます。ね、入れ方おじいちゃんすぎる。押し込む。一応設定はジェイクさんとデートなんで、はい、デートです。あれ、やばいデートやばいデートです。気まずい、ね、これだけ見るとガチシュール。寝顔でいきます。かわいそう。ね、足やめて。気持ち悪い。事故った。ありがとうございます。はい、今タワレコに行ってエナプのアルバム買いました。破産しちゃいます。今から1段行こうと思ってたけど、やっぱ60分待ちはきついかなってことで原宿行きます。今事件が起こりまして、多分アフリカ系のお方が立ってたんですよ、そこら辺に。そしたらマイシスターって言われました。気まずい、どうしよう。今原宿来てもう食べちゃいます、ここで。なんかうちのやつ35分コンソメ600円。いただきます。ジャガイモ揚げてコンソメつけたって感じです。褒めてます、ぼっちゃん。チャンネル登録お願いします。今一覧並んでます。1時間待ちです。なのでもうえのぷのアルバム開封しちゃいます。外で開けるのやばいよね。やばい、絶対に良くない。落としたら終わり。あら、さて誰が来るのか。うち的にはソヌさんかジェイクさんとかが来てくれたら最強案件だなって思ってます。おー、肉そう。
さ、ルカさんいると西村さんめっちゃ出ない？あ、出る。行きます行きます行きますよ。おお、ちょっとルカさんいるとヒスになるよね。ありがとうございます。かっこいいね。後でラーメンと一緒に写真撮っちゃおう。ポストカードは誰なんでしょう。静かにしないとなんでみんなやめます。うまい。 OK だよね。うん、いいよね。はい、 OK です。やばい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 。来ました来ました来ました。20分くらいしか待てなかったよね。2人部屋みたいな。最高なんだけど。え、見ろよカメラの。やば、人生初一覧エグい。個人的に嬉しいのは水が飲み放題。いただきます。ラーメンの食べ方わかんないんだけど。うちすすれないし、そもそも。やばい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 。いただきます。いただきます。いただきます。めっちゃうまい。やばいよ。やばい、やばくない？めっちゃ美味しい。あ、麺めっちゃちょうどいい。うちやば、うん。これは神革命。あの追加したんですけど、辛いやつが11倍からしかなくて、11倍にしたら終わったくね。まあ美味しくいただきます。ごちそうさまでした。美味しかったでございます。さすがに辛すぎたけど。今表参道に来て、なんかちょっと前にエナプのソヌさんが行ってたとこに行ってます。え、イルミやばくない？ここ絶対カップルで来るとこだよね。ずっと TikTok 撮ってました。正面で見てもよ、横から見てもし、下から見てもいいよ、なんねん、こまっちゃうってやつ撮ってました。正面で見ても横から見ても下から見てもいいよ、なんで。ティファニー、ジーヨン、ヤバーミヨン。カメラの高級層、大人の街ですわ、ボチさんと。マネキンになりたい。お金持ってたらここでいろんなやつ買えたのに。マジ綺麗。この間までここに住んでいたの、やばい。適当に歩いてたら原宿に到着って感じ。あ、ラブテキスティックありますよ、おなじみの。小4の頃はそう、お世話になってました。チュロス食べる、500円。今から一人で帰ります。なんかマジでこの YouTube 意味わかんない。チャンネル登録お願いします。はい、ということで家に帰ってきました。で、今もう10時45分。家帰ってきて、いった家帰ってきて、アルバムも一回開封したりいろいろして、ご飯食べて風呂入って今に至るって感じです。念願の一覧も行けたし、念願のソヌとジークとビクター撮ったよみたいなやってできたし、なんか知らない黒人の人にマイシスターって言われたし、表参道でソヌさんのなんか聖地巡礼できたし、なんかベビタピー行ったら営業終了してたし、とりあえずなんかいろいろあったんですけど、あ、なんか下水道みたいなとこに足はまりそうにもなりました。で、なんか勝手に調子乗って、え、待って、クロマハーツある、行きたくね、え、待って、ロイベある、行きたくね、とかちょっと行きって言ってみたりたくさんしまして、また今日もちょっとよくわからない動画となっておるんですけど、楽しんでくれてたら嬉しいです。うちね、
悲しいこと言っちゃうと、まあ、前回の動画でも言ったと思うけど、昨日めっちゃもうほぼ1ミクロンぐらいちょっともうマジってくらい、こんくらい、マジこんくらいね、リアルに鼻くそぐらいのサイズで、ちょっとだけ、マジちょっとだけ気になってた人に、あ、もうやだ、もう分かるっしょ、ちょっとテロップでお願いします。なんですよ、だからもうテンションが下がり、変顔しちゃった。でももううちはもう好きな人とか誰もいないんで、変顔もし放題だし、おならもし放題です、すいません。あ、一回ストレス発散させてください。ごめんなさい、なんか動画切れちゃいました。ということで今日はここまで、バイバイ。この目線はミームが土下座をした時目線って感じです。申し訳ございませんでしたみたいな。ということで今日もグッドボタンとなんかチャンネル登録とかしてくれたら本当に嬉しい。しあと一つ言わせてもらうけど、うちの同じ学校の人はマジうちの動画見ないでください、恥ずかしいです。ほらこういうことをしてるでしょ、本当に見ないでください、マジでさ、分かってる。一応あがっ。